願いします。3ヶ月前も元カノと付き合ってたんですよ。でまあ元カノと僕と友達の家でまあ一緒に泊まって、その時にまあふざけ合って全裸になってたんですよ。でそれを元カノにちょっと取られて、俺それが嫌なんですよ、取られるの。元カノ、まあ、それは誰でも全裸取られる。いや嫌じゃないですよ、取られて。で俺ちょっとそれ切れて別れたんですよ。それで4月になって元カノにツイッターでその全裸動画開けられたって。かわいそう。それ見せよ。あの、消されてるんですけど、あるある、トークで残ってるんですけど。それはかわいそう。あれ、リベンジボール、ちゃんとリベンジボール、やばいな、男が食らうリベンジボールの。で、しかも元カノ今年18で、で、俺今19なんですよ。ちょっと、結構ダメージが来て。まあ、それはツイッター上で、ツイッターでは3、4人ぐらい見られて、何人かから LINE 来て、どうなってるの。それはダメージでかいな。それはでかいわ。でもそんな笑顔でいけるじゃん。ある意味黒歴史だし、ネタだと思ってる。乗り越えて、乗り越えて、これはハート強いわ。